日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。は今日は箸について、箸、お箸ですね。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間です。元気ですか？僕は今日も元気ですよ。僕はですね、今コーヒーを飲んでます。午後のコーヒー、僕はコーヒーを1日2回ぐらい飲みますね。朝1杯、そして午後に1杯。今は午後ですね。今は昼ご飯を食べた後です。今日の昼ご飯はピザを食べました。ピザとサラダを食べました。レストランで食べました。イタリアンレストランでした。でもイタリア人はいなかった。日本人の作るピザでした。美味しかったです。今日は僕はフォークを使いました。フォークを使って食べました。サラダを食べて、ピザは手で食べました。手で食べた。箸ですね。箸は使わなかった。日本人はいつも箸を使うわけではありません。例えばスパゲティを食べるときには箸は使いません。フォークを使います。だけど、例えばラーメンを食べたり、そばを食べたり、うどんを食べたり、そういうときは箸を使います。ご飯も普通は箸で食べます。カレーライスのときだけはスプーンで食べます。だからいつも違いますね。こういう時は箸、こういう時はスプーン、こういう時は、ナイフとかフォーク、ね、結構いろいろ使うんですね。僕が少し住んでいたスペインやイギリスでは箸は普通使いません。普通はフォーク、ナイフ、スプーン、それだけですね。アジアの国では箸を使いますね。だけど、例えば韓国の箸は日本の箸とちょっと違う。ね、とても重くて、なんかこう強い箸ですね。長いし。中国の箸はわからないですね。僕は中国に行ったことがありません。どんな箸かな？日本の箸はまあいろいろありますね。竹で作ったもの、木で作ったもの、あとはなんかとても軽いものもあるし、結構大きいものもある。ラーメン屋で使う箸は少し先の方にギザギザ、ちょっと麺が滑らないようになっていることもあります。いろいろな箸があります。あとは子供の箸、ね、僕の子供の箸は少し短くて持ちやすいプラスチックの箸ですね。そうですね、プラスチックの箸ですね。はい、モンキージョージね、お猿のジョージ、キュリアスジョージの箸を使ってます。可愛い箸ですね。皆さんは箸が好きですか、ね、箸を持ってますか？日本に来たらぜひ一ついい箸を買ってみてください。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルゴ、またね、またね、またね。